久保さんあのー、さっきね親父から電話かかってきてまあ今日ねあの車の一年点検なんですよで俺,俺一緒に行けないからあの行っといてっつってで何、えー、すか,、まあ、かカードであの支払っていいよっつって電話かかってきてあの今あの来てるんだけどなんか11万円ぐらいかかるんだけどいいかなみたいな <laughs> 11万円かまあまあ高えなみたいな 一年点検ってね、あの別にしなくてもいいんですよね。あの法的には義務か義、義務ではないので。あの車検は義務ですけどね。でも一年点検、だから GTR の時一年点検してなかったんで僕。うん。でもただね、あの、なんか不備あったらね、命に、親父の、あの、お父さんお母さんの命に関わりますので <laughs>、一年点検ね、あの、 行ってきてきつって、はい、<laughs> 僕がお支払いします <laughs> なんかあのなんかすまんなみたいなね <laughs> <laughs> まあでもそれまあ僕もね引きこもりの時代ありましたから逆に言うとね引きこもりの時代はね別にね親に家賃払ってるわけでもなく飯代払ってるわけでもなかったわけですから まあ11万払ってもね全然まだマイナスですからね、うん、でもまあちょっとでもねそれをか仮りではないですけどもなんかそれをお返しできるっていうのは今ありがたいですよね、うん、まあこれからもあの稼いでバンバン稼いで、うんまあ、親あの親父にプレゼントした車の整備費用もろもろぐらいは頑張ります <laughs> まあでもね、あと親父も車乗れるのはあと何年ぐらいですからね、今、今69か。まあ何歳まで車乗るのか分かんないですけど、75を超えたらね、もうまた再試験みたいなのもあるっぽいですから、どうなんですかね、まあそこまで生きてるのかも分かんないし。うんまああの、僕が唯一なんか本当によかったなと思うのが、 まあちょっとでも親孝行できたっていうねあの死ぬ前に、まあ、僕はやっぱね生まれた時からやっぱ貧乏だったんでずっと家の車は軽自動車しか体験してなかったんでだからそのね親父に言われたのが BM なんか外車なんか乗れると思わなかったよって言われたのはまあ良かったなっていうであと間に合ったっていうところですよねやっぱ親孝行したいと思った時に親,親い,ないないみたいな話ありますけどうーん あ,ありがたいですね。うん。なんか、生きてる間にできたっていうのは。うん。だから、まあ逆に言うと、まあ頑張ろうと思えるしね。うん、でも普通の人だったら多分ね、多分普通に働いてはできないですよ。まず車もプレゼントできないし、車をプレゼントした後のガソリン代とか高速代とか、保険代、あと車検代、まあもう今回1年点検ですけど、全部の維持費用を全部負担するっていうのは、多分普通に働いてたら多分できないですね。 うん、多分僕普通に働いてたら多分今派遣とかねバイトしてると思うんでアルバイトの身分でそれはできないですね多分うんだまあよかったですねうんまあこれからも頑張りますいってらっしゃい